変わった場所を選んだな。何か理由があるんだろう。俺が決めたわけじゃない。そうだろうな。こうして会えたからには何か収穫があったんだろう。三つ目の願いを叶えたぞ。このバラがあのバラだとなぜわかる。さっきオクセンフルトの市場で買ってきたかもしれない。よく見てみろ。イリスから渡された。この世と彼女を結びつけていた最後のものだ。何？イリスは生きてるか死んでるかわからないような人生に終止符を打った。それほどの苦しみを与えたのは俺だ。責められん。イリス、なんでこんなことに。あの時どんな結末になるか分かっていれば。何が起きてるんだ。まるで焼けた鉄を胸に突き刺されたようだ。待たせてすまなかったな、諸君。皆が集まってくれて嬉しい。気分はどうだ、コン・エベレック。胸が少し軽くなったか。オーディブ、狙いは何だ。何だとは何だ。お前の魂だよ。忘れたのか。契約では魂を取れるのは三つの願いを全て叶え、そして共に月の上に立ったとき、そう約束したはずだ。なんだと。そんな契約では。月はあそこだ、あれだ、ここには。お前の望みは叶えてやった。この月の上で契約は満了したわけだ。引き物を騙したんだ。いや、まさか。待て。邪魔をするな。この前、俺の邪魔をした奴がどうなったか見ていただろう。願いを叶えてくれるんだろう。俺の願いは彼の解放だ。だが彼には貸しがある。解放しろ。貸しは俺が肩代わりしてやる。彼のために魂を差し出すと。いや、勝負をするんだ。俺が負ければ俺たちの魂を奪えばいい。俺が勝てば二人とも解放してもらう。何の勝負だ、グエントか。そうだな。何かができるかできないかで賭けをするか。知っての通り、俺は不可能を可能にする男でね。いいだろう。だが、ルールはこっちで決めさせてもらうぞ。どうなってるんだ。ゲームがしたいなら、相手になってやろう。謎解きの問題を出す。解ければお前とオルギエルドを自由にしてやろう。解けなかったら解けなかったら3人で旅立つことになるな。そういう勝負を望んだはずだろう。その謎を聞かせてくれ。我あらゆるものや人に従うが、我を避け拒絶するものあり。我を撫で見つめ続ければいつか正気を失わん。
拳で我を痛めつけることかなわず。幼き者に好かれ、老いた者には恐れられる。美しき娘たち、これを愛す。何時が泣けば我涙を流し、あくびをすれば眠り、微笑めば笑わん。一体何のことだ。これが問題だ。我は何ぞ。必ず任してやる。それはどうかな。楽しみだ。砂時計の砂が落ちきるまでに俺を探し出さなければお前の負けだ。用意はいいか。はじめ。ここはどこだ。気に入ったか。まだまだいくらでも出てくるぞ。いいか、時間切れになる前に俺を探すんだ。剣を手に取った者が皆バカになってしまうのはどういうことなんだろうな。うなる風や叩きつける雨の中に飛び込み、命を危険にさらすようになる。それじゃあまるで、おっと、時間がないぞ。嘘だろ、ゲラルト。金貨数枚の輝きに目がくらんだのか。お前に期待しすぎていたようだ。今は時間もないというのに。
ひどすぎる。いいか、いつでも交換していい。俺が思うにはお前には絶対に無理だ。鏡か、ここに隠れているんだな。どうした、簡単に行くと思っていたなんて言うなよ。それを俺に言うか。水が流れている、この壁の向こうだ。壁を壊せば水が流れ込んでくるな。気分はどうだ？ああ、大丈夫だ。ワインのおかげで目が覚めた。この酒なら死者も蘇らせるだろう。最高のヴィンテージだ。しかし、味わえるというのはいいものだな、本物を。さて、それはともかくだ。何があったか教えてくれ。印が消えている。うまくいったのか？まず石の心臓を持った感想を聞かせてくれ。ああ、最初は素晴らしかった。恐れも不安も感じないからな。だが関心や気遣いも感じなくなる。愛する者たちに対してもだ。そして少しずつ離れていく。その後は知っての通りだ。感覚はどうなんだ？味や匂いは？そのままだ。はじめは世界のすべてを楽しんだ。すべてがより強く感じられたからな。なぜそうなったんだ？石の心臓は俺の望みではなかった。副作用のようなものだ。俺はイリスの手を再び握り、財産を取り戻したいと願った。そして明日が来ないかのように生きたいと。そのために心が閉ざされるまで生きながらえてしまった。何もかも終わって気分がいい。もう終わったんだろう。さあ、何があったか聞かせてくれ。オーディムは俺を使って遊ぶことにしたんだ。俺が負けるはずのゲームを考案してな。お前の仕事のおかげで不可能を可能にする自信をつけることができたよ。自分の身を守るためだった。そのためにお前を危険にさらしてしまった。すまない。まあいい。とにかく奴のことは心配いらない。お前は安全で自由だ。ありがとう。自由になって何をすべきかはわからないがな。奴は全てを奪った。愛する者全て、大事な者全てを。いや、心を取り戻しただろう。悲しい勝利さ。
ようやく失ったものに気づいた。心が戻って感じられるのは寂しさ、悲しみ、それに敗北だ。俺の人生は終わった。何度も困難を乗り越えただろう。今回も大丈夫だ。外には絆で結ばれた仲間たちが待っている。家に帰れば財産も。いや、以前の生活には戻らない。どうするつもりだ。わからない。一つ確かなことは、運命をこの手に取り戻せたということだ。今度こそ生きたいように生きてやる。いい考えだ。この恩は決して忘れない、ウィッチャー。渡したいものがある。これは受け取れない。受け取ってくれ。この剣は我が家に何代も受け継がれてきた。全てを失った時も手元に残した。私にとってはとても大切なものだ。そう聞いたら余計に受け取れないだろう。ぜひ受け取ってくれ。これは人生の再出発を意味する。お前にとってこの剣は役立つはずだ。ありがとう。すまない。気にするな。礼を言う、ゲラルト。幸運を祈る。お前もな。